どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、たまにやっているガズの部屋というコーナーでございまして、今ベトナムに滞在中にですね、今日のゲスト登場していただいております、金松さんです。よろしくお願いします。はい、金松さんはですね、ご存知の方はご存知の方だと思うんですけれども、どんな方かというと、このベトナムで作っている G ラボウクレレの、工場のですね、生産管理主に担当してくださっているということで、ウクレレを日本に送り出してくれるためにこう日々生み出すですね、裏側のこの縁の下の力持ち的な存在でございましてですね、やっぱりね、生産管理すごい大変ですよね。大変ですね。どんなことを主にそのウクレレに関してやられている感じなんですか。やっぱりその材料の問題とか、あとはそのやっぱ製造している中でエラーがやっぱり出るんですよね。エラーの機能でどうしても、そうですね、そういうのが出た時に、じゃあその送る本数減らさないように、どうやってその次に調整していくか、調整して、そういうことを結構やったりしてます。まあね、今回そのいろんな社会情勢でね、あの輸送コストがすごい上がったとかね、そういう時もいろいろ調べて探してくるわけですよ。そうですね。はい、船がいいんで、船でもどこがどうだとかいうことも全部調べてですね、でスケジュールを調整して工場とつないで日本とつないでということをね、まあ、やられてるということで、もう本当にいつもお世話になっております。皆さんこういう金松さんのお仕事があってですね、この皆さんのこのウクレレ G ラボウクレレたちっていうのはあの届けることができてるんでね、まあ、もじゃくんと、同じぐらい実はこう大切なお仕事ということでありがとうございます。はい、でそんなゲストを金松さんをお迎えしている、金松さんはですね、奥様ベトナム人、ベトナム人です、はい、でお子さんがいらっしゃる、はい、何歳ですか。5歳です。5歳なんです。でいろいろもう今回ベトナムに来てね、あの金松さんといろいろ話していると、5歳の子供がですね、家でウクレレ弾けないんですよね。弾けないですね。なんでですか。もうこうやって構えて音ちょっと出すと、もう僕がやる、僕がやる。言葉は日本語なんですか。日本、僕と喋るときは日本語です。あ、で、お母さんと喋るときはベトナム語。あと、うちの妻はどっちも喋れるので。そうかそうかそうか。どっちでも話しすごいです。いや、子供さんは保育園みたいなのが行ってるんですか。はい、行ってて、そっちはもうベトナム語だよね、はい、じゃあもう完全なるもう今はバイリンガル状態で2カ国語を操る、はい、でもね、もうちょっとで本当に5歳ぐらいだったらできるかもしれないですね、これで。できるんですか、ね、いやいや、もう4歳とか3歳で少しでいっぱいいるからね。もうぜひぜひぜひ。で、今回、だから僕が失敗したなと思ったのは、あの子供と歌を、この本、これをね、発売して、これ、まさに金松さんのための本だったなと思うんだけど、あの今回 LCC で来てるから、その中でいっぱい荷物を持ってこれないっていうことと、あとね、それをなんか僕もねすっかり忘れてたんでね、あの日本から送るってことになってるんですけど、まあもうちょっとぜひ親子でもやってください。そうですね、はい、言われたからね。いや、そういうわけで、生産管理だからウクレレのこと直接あのどうなのかなと思っていたら、結構弾くんですよ、これが。面白いですよ。面白いですね。でガズレレのに出会ったからウクレレ始めたんですか。出会ったから始めました。それまでにギターとかやったことはないですか。あの本当にちょこっとだけやったんですけど、挫折しました。よくある、よくあるやつです。よくある、はい。でウクレレだったらすぐ結構できるかなと思って、もともと五線譜読めない。ああ、僕も読めない。なんで何か分かんないんですけど、ガズさんの楽譜だと思想があるそうです、あの例のやつですね。あとね、コードを覚えればいいんで、そうです、なんとかなりました。素晴らしい感じ。歌好きですもんね、やっぱね。歌は、まあ、そうですね、嫌いではないので、はい、そういうわけでですね、今日はこの金松さんと一緒に、一曲セッションしようということで、もうホテルに今日はゲストで登場して、これガズの部屋ですからね、まさにね、いつも話題自宅に来てもらうんですけどね、はい、セッションしていこうということで、じゃあ今日やる曲をご紹介したいと思います。日曜日よりの使者、二人でセッションやってみる。いきますよ、このまどこか遠く連れてくれない君は、君こそは日曜日よりの使者。
ベトナムで作られたウクレレでベトナムでセッション最高でございます。このウクレレってちなみにちょっとみんな気になった方いない、これ超幻ですよね。これだってブリッジはね、このガズレレもそうそう、これはなんと金正さんの奥さんがあの お願いして超初期の頃で作ったサンプルウクレレっていうかね、なんて言うんでしょうね、まだはなんかこの企画始まるか始まらないか時にぐらいのですね、はい、本当にサンプル中のサンプルですごい色してますよね、この木材とか全部アカシアなんですよ、ね、あこれがすごい上等アカシアですね。へえー、これこのトップ材もすごいですよ、さっき引かしましたすごくいいウクレレと、これもまあ歴史がありますね、本当にそうですね、はい、もう長いですからね。そうなんです。いやでも今日良かったです、せっかくベトナムに来てあのモジャ君もねセッション誘ったんだけどあのいやいやっつって言って、まあ、まあ今度もじゃくんとも何かをやろうと思うんですけど、今回はあの管理をしてくれてる金松さんとベトナムでセッションできてよかったぜ、やったー、はい、そんなわけでね、ベトナムの工場見学もこの間、動画アップロードして概要欄に貼っときますけれども、あそこからでもこの超最高のレベルの最強最高のウクレレを生み出して皆さんぜひあのチェックしておいてください、今日はゲスト登場していただきましてありがとうございました。ベトナム滞在中年もめちゃくちゃお世話になりまくっちゃってもね、本当にね感謝しかないんですけどね、まあまあまたちょこちょこベトナムにお邪魔すると思います、はい、またよろしくお願いします。あの工場の皆さんに、ご着になるようによろしくお願いします。はい、では今回のガズの部屋これで終わります、バイバイ。さあお知らせです、今 G ラボのウクレレたち、販売予約受付中の概要欄に貼っとくんでぜひチェックしてみてください、最高最強レベルのウクレレですからね。あと2023年ガズレレ生誕10周年ということで東京名古屋大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定でーす、5月の14日日曜日吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん買い逃した方、あどうしようかなって迷ってるうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんでぜひ、予約してください、待ってます。そしてこの本出てますからね、はい、子供と歌おうサングブックはリットミュージカル5月12日に出たばっかり、大好評です。 Amazon でもいきなりカテゴリー3つか4つぐらい1位獲得しております。はい、この本の出版記念して渋谷のタワーレコードでイベント開催中、あ開催中じゃない開催します。誰でも参加できるんですけど、ちょっとねこれ詳しく見ていただきたいんで概要欄にそのね、タワーレコード、渋谷タワーレコードの参加方法など書いてありますんで、ぜひそっちもチェックよろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して、今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかあのタブレット皆さん入れておいてください。入って、そこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますね。ぜひあのアプリ入れるだけでも、まず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本に
にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中、ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもねガズが使ってるジーラボクレーについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとかキャップだとかね T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページホームページに載ってますので、ね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではねバイバイ。